こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パーフェクトワーク、好スタートを切りました。マルターズウィッシュ、この馬も好スタートを切りました。カワッチトリビュート、前に行きそうです。アインエリザベス、それに続いています。さらにはコートチケット、11番マルターズウィッシュ、その後ろプラウドヒット、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはパーフェクトワーク、オレンジの帽子ブラウンジュエル、その後ろすぐ隣にシルバープリテンダー、その外にコートチケット、ピンクの帽子アインエリザベス、その後ろピンクの帽子カワッチトリビュート、いい位置につけました。フリートシャルマン、それに続いています黄色の帽子ロンドンユニーク、その後ろややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでシルバープリテンダー先頭に変わりました。2番手はブラウンジュエル、3番手にカワッチトリビュート、絶好の手応え。大外からピンクの帽子カワッチトリビュート、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はカワチトリビュート、カワチトリビュート先頭、カワチトリビュート差を広げる。2番手はマルターズウィッシュ、カワチトリビュート1着、カワチトリビュート完勝、カワチトリビュート1着、2着はマルターズウィッシュ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチトリビュート、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。タイキブリザード、これは好スタート。イングランドストーン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくノーザンスパー行きました。続いて前へ行くのはオールバンド、さらにはフローマリー、8番タイキブリザード、その後ろアワッド、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはイングランドストーン、これに続くのがノーザンスパー、タイキブリザード、好位をキープ。もう一度先頭からノーザンスパー、先手を取りました。その後ろからはイングランドストーン、これに続いてソルフレンド、タイキブリザード、好位をキープ。その外にサンシャインリボーン、ピンクの帽子ビーチジェム、その後ろすぐ隣にオールバンド、ファイティングミサイル、すぐ後ろピンクの帽子ザルーブル、その後ろフローマリー、そのうちに続いています。並んで7番シュアディール、サクセスデュー、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はタイキブリザード、タイキブリザード、さらにリードを広げます。ノーザンスパー、ほとんど差がありません。イングランドストーン、3番手さあタイキブリザード、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はタイキブリザード、離れてノーザンスパー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タイキブリザード先頭、残り 200m、 タイキブリザード先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。タイキブリザード、2番手はアワッド、タイキブリザード今ゴールイン、段違いの強さです。タイキブリザード1着、2着はアワッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。タイキブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ネアグルーヴ好スタート、綺麗なスタートを切りました。マウンテンレジェンド前に行きそうです。ネアグルーヴそれに続いています。さらにはスピークアンデス、1番ハートオブオアシス、その後ろもう一度先頭からマウンテンレジェンド先手を取りました。内からはグランドバンド、その外からバーボンアムール、その外にピーチミサイル、ファーシャンサークル、そのうちに続いています。その外にレイディーカーラ。では前の方から見てみましょう。ネアグルーヴ先手を取りました。その外からマウンテンレジェンド、内からはファーシャンサークル、その外からバーボンアムール、その後ろにグランドバンド、ピンクの帽子、ピーチミサイル、その後ろすぐ隣にレイディーカーラ、その外からタフネスタレント、内からはハートオブオアシス、その隣にキャシシュタウン、その横にカフェブレーブ。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からエアグルーヴ先手を取りました。ファーシャンサークル、この馬もこのグループ、すぐ隣にマウンテンレジェンド、その横にバーボンアムール、サーストンステラ、この馬もこのグループ、その外からレイディーカーラ、内からはグランドバンド、オレンジの帽子、タフネスタレント、その後ろすぐ隣にピーチミサイル。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。エアグルーヴ先頭、差はほとんどない。2番手はパーシャンサークル、先頭を捉えるか。やはりエアグルーヴ先頭だ。エアグルーヴいっぱいになった。エアグルーヴ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。エアグルーヴ先頭、残り 200m、 エアグルーヴ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はレイディーカーラ、エアグルーヴ独走、エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はダンスデザイン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアグルーヴまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはソロドーム、クリスタルグルーヴ、この馬も好スタートを切りました。ダンスインザダーク、前に行きそうです。クリスタルグルーヴそれに続いています。さらにはフサイチコンコルド、14番マイアンデス、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはフサイチコンコルド、2番手に15番ダンスインザダーク、内からはマイアンデス、トロピカルマリン、そのうちに続いています。内からはクリスタルグルーヴ、その外からファンシーラセーヌ。では前の方からステイサンダース、先手を取りました。フサイチコンコルド、それに続きます。これに続くのがトロピカルマリン、好位置をキープしています。ダンスインザダーク、クリスタルグルーヴ、そのうちに続いています。黄色の帽子、ファンシーラセーヌ、その後ろ。その外からスパークローマン、その後ろにマイアンデス、黒の帽子、ソロドーム、その後ろ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ステイサンダース、先手を取りました。すぐ隣にフサイチコンコルド、クリスタルグルーヴ、すぐ後ろ、好位置をキープしています。ダンスインザダーク、その隣にスパークローマン、
ーマン、その横にマイアンデス、ソロドーム、この馬もこのグループ、すぐ後ろにウィナーズチェスト、さらにはウィッシュラッキー。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。ここで先頭に立った。ダンスインザダーク、ダンスインザダーク、先頭。2番手はマイアンデス、追いすがります。やはりダンスインザダーク先頭だ。ダンスインザダーク頑張る。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ダンスインザダーク先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 ダンスインザダーク先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ダンスインザダーク2番手はザグレブ、先頭はダンスインザダーク、1着でゴールイン。ダンスインザダーク1着、2着はザグレブ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンスインザダークまさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はアグネスデライト、残り 200m、 シルクエーデン伸びてきた。先頭はシルクエーデン、桜キャンドル抜けた。シルクエーデン追いすがります。桜キャンドル、桜キャンドル1着、2着にはどうやらサマーライツ、1番人気に応えました。桜キャンドル見事です。